青木重成3月15日から1943年6月29日は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将。石川県金沢市本田町出身。金沢城内に駐屯する、不評第七連隊。青木織之助不評中尉の長男として生まれる。石川県市販学校付属小学校。金沢第二中学校。名古屋陸軍地方幼年学校。 中央幼年学校を経て、1913年5月、陸軍士官学校741名中を主席で卒業。同期には、太平洋戦争開戦時の陸軍省軍務局長、武藤明中将陸軍省人事局長、富永京授中将参謀本部第一部長、田中新一中将などがいる。同年12月、不評少尉に任官。 不評第七連隊府となる。1920年11月、陸軍大学校を優等で卒業した。以降、陸軍省軍務局付勤務、陸軍兵器本省府県軍務局会員、フランス駐在、陸軍技術本部府県軍務局会員、整備局会員、軍務局会員、兵器本省府などを経て、1930年12月、陸軍省副官兼陸省秘書官となりうがき、 一世大将、南二郎大将、荒木貞夫中将と三代の陸軍大臣に仕えた、軍務局下院、不評第八連隊府、参謀本部院、不評第七連隊長、陸軍省人事局部任課長を経て、日中戦争では、第二軍参謀副長として出征し、同軍参謀長、第十一軍参謀副長、同参謀長を歴任した、年月、 陸軍少将に進級、陸軍奈良市の学校長、大本英夫などを経て、1941年10月、陸軍中将となった。太平洋戦争開戦時、南方軍総参謀副長として出征した。1942年8月、第二十師団長となり、ニューギニア戦線に動員され、飛行場建設などに従事中、1943年6月、 マラリアにより占病死した。明治27年版、陸軍現役将行動総統官実役、定年名簿中の不評注意、青木織之助連合艦隊参謀長を務めた、元海軍中将、草加龍之助は、その著、一海軍士官の半世紀の中で、同級生の中に、青木茂成君がいた。そのお父さんは何でも、日露戦争で、名誉の戦死を遂げられたそうであったが、 お母さんとお姉さんと三人で石浦神社の横に住んでいた。彼は非常な勉強家であった。しかしいつも私が一番で、彼が二番であった。私は子供心に気の毒な思いをした。この勉強を不勉強の性格は、後年その結果を如実に移つつはした。彼は士官学校も陸軍大学も恩師の軍刀をいただいた。そして陸軍中将となったが惜しいかな。 ニューギニアによって戦没した、と回想している。大正9年版、陸軍現役将行動総統官実役、定年名簿中の不評注意、青木重成四段として、青木重成の父、折之助については、1894年版の陸軍現役将行動総統官実役、定年名簿中に、第3師団所属の不評第7連隊注意として、名があるが、確認できる資料としては、 以降の名簿に名前が見られない。名誉の選手を遂げられたならば、日清戦争の時の話と思われる。ありがとうございます。